クリントン男爵は、イングランド貴族の男爵位ジョンド・クリントンが1298年に除されたのに、始まる。議会招集令状による爵位であるため、男子なき場合に、姉妹間に優劣のない女系継承が行われる。そのため数度にわたって、停止と女系継承が繰り返され、クリントン家から、ホーテスキュー家、ロールや、ウォルポール家、トレフューシス家、 フェイン系と移った。2016年現在の社位保持者は22代クリントン、男爵ジェラルド・フェイント・レフューシスである。ウォリック・シャー・マックス・ストックの領主ジョンド・クリントンが1299年2月6日の議会召集令状でクリントン男爵として議会に召集されたのに始まる。下って9代男尺エドワード・クリントンはチューダー長の宮廷に長く仕えたため、 1572年5月4日の直居場でリンカーン伯爵に乗された。以降クリントン男爵院は5大リンカーン伯の代までリンカーン伯くらいの従属爵位となった。初代クリントン男爵から5大リンカーン伯、エドワード・クリントンまで直径での継承が続いていたが、5大リンカーン伯には子供がなかったため、彼の死と共に男系男子に限定される、 直居上による借位である、リンカーン白位は二大リンカーン白ヘンリー・クリントンに、遡っての分流であるフランシス・クリントンに、継承された。一方、男子なき場合に、姉妹間に、優劣のない女系継承が可能である議会、招集令状による借位である、クリントン男爵位は、彼のおばの娘三人の間で優劣が決められず、停止となった。 しかし1721年3月16日に、至って、その3人のうちの一人のマーガレットの娘、ブリジット・フォーテスキューの息子にあたるヒュー・フォーテスキューが、第14代クリントン男爵に確定した。彼はその後の1746年7月5日に、グレートブリテン貴族爵位ク,クリントン伯爵と、デボン州における、キャッスルヒルのフォーテスキュー男爵に助せられた。子供のない彼の死後、 クリントン伯爵位は廃絶したが、フォーテス級男爵位は特別継承規定で、イボテー、マシューフォーテス級に継承されている。一方、クリントン男爵位は、同母妹、マーガレット・フォーテス級と四大リンカーン伯の三人の娘の一人、アラベラの息子サミュエル・ロールの娘にあたる、マーガレット・ロールの間で優劣が決められず停止となった。 しかし1760年3月14日に、マーガレット・フォーテスキューが子供なく死去したことで、マーガレット・ロールが15代クリントン女男爵に確定。彼女は、イギリス初代首相初代、オーフォード伯爵ロバート・ウォルポールの息子である2代、オーフォード伯爵ロバート・ウォルポールと結婚していたため、彼女の死後には、彼女と2代オーフォード伯の間の息子である3代、 オーホード博ジョージ・ウォルポールが16代クリントン男爵位を継承した。子供のない3代オーホード博の死後、オーホード博位は、おじ、ホレス・ウォルポールが継承したが、クリントン男爵位は休止となった。しかし1794年2月27日には、4代リンカーン博の娘、アラベラの娘、ブリジットの息子サミュエル・トレフユーシスの彦にあたるロバート、 トレフューシスが17代クリントン男爵に確定した。その後21代まで、クリントン男爵位は、トレフューシス家の男系男子によって継承されていく。20代クリントン男爵、チャールズ・トレフューシスは1868年に直教を得て、ヘプバーンス・ステュアート・フォーブス・トレフューシスに改正している。十一代クリントン男爵、チャールズ・ヘプバーンス・ステュアート・フォーブス・トレフューシスには、 女子二人しかなかったため、彼の死後、長女ハリエット・フェインと、次女フェネラ・ボーズ・ライアンの間で停止となった。しかし他の共同相続人の賛成により、1965年3月18日には、長女、ハリエットの長男チャールズ・フェインの長男ジェラルド・フェインが22代クリントン、男爵に確定した。この継承に際して彼は生を、フェイント・レフューシスに改正している。 2016年現在の社位保持者も彼である。ありがとうございます。